よし、じゃあさらに上を目指していきますか。結構高いのよな、この山。まだもうちょい上ありそう。お、宝箱。魔物の牙4個ね。まあ魔物の牙ってやっぱりスムージー以外に使い道ないんかな、この辺は。他になんか使えたりせへんのかな。え、え、何こいつら。え、この緑色のやつは何、普通の水。おこロック。攻撃を受けると氷になり動きが速くなる。冷やすと元よりおとなしくなる。へえ。え、これは何なん。これただの水。やべ、やっぱこれだけダメージ食らわへんもん。温泉みたいな感じかな。あ、え、え、待って、あ、体力回復してる。温泉や。なんでこんなところにオコロックがいるからってこと。あいつの温度でってこと。え、今の声、コンデ。どうした、コンデ兄ちゃん、何があったの。兄ちゃんが帰ってきてくれたと思ったのに、やっと追いつけたと思ったのに、どうしてコンデを叩くんだ。お兄さんに叩かれたの。うん、でも心配いらないぞ、コンデ頑丈だからこれぐらい平気だ。でも元気なさそう。元気はないかもしれない。コンデずっとお兄さんを待ってるって言ってた。コンデのお兄さん、どうしてコンデを叩くんだろう。あれじゃね、また操られてるんじゃね、借り物なんじゃない。きっと兄ちゃん怒ってるんだ、コンデがいい子じゃなかったから。いい子、兄ちゃんが出発してコンデ行ったんだ、いい子にしてるんだぞって。父ちゃんがお星様になってからはコンデ兄ちゃんの代わりを一人で待ってる。でも兄ちゃんいつまでも帰ってこない。だからコンデ考えたんだ、もしかしたらコンデがいい子じゃなかったから兄ちゃんに嫌われたのかも。それでもコンデが頑張って兄ちゃんとの約束通りいい子にしてればいつか帰ってきてくれるはずって。お兄さん追いかけなくていいの。兄ちゃんは北の方に行ったけど、兄ちゃんきっとコンデのこと嫌ってるぞ、近づいたらまたきっと叩かれる。コンデこれ以上兄ちゃんに嫌われたくない。ずるだ、トリーごめんな、しばらく一人にしてほしいぞ。悲しい、コンデ悲しすぎる、かわいそうやって。でも絶対それは本物じゃないから、お兄ちゃん絶対偽物やぞそれ。安心しろコンデ、俺がなんとかしたるわ。なんか知らんけど今知恵の借り物やってて一番なんか助けてやりたいわ、コンデが今までで一番助けてやりたい。これってコンデが追いかけてたお兄さんの。ほう、入れるんか。じゃあ行きますか。はい、これは多分あれやな、あのボスがいる裂け目やろうな。おー、とうとうここまで来たか。マップも結構埋まってきたもんな。よし、さあ今回はどんなダンジョンなんや。相変わらず大きいの相変わらず大きいの。あ、待って、これ雲じゃね。これ雲や、なんか言ってたよな、どこやったっけ、教会かなんかで雲がどうちゃらこうちゃらみたいな。はあ、あ、待って、雲コピーできる、借り物できる、雲を覚えた無の世界の力で固まってしまった雲、少しの間なら上に乗ることができる。ほうほうほう、でちまてよ、痛えないけ、全部ぶっ放せ。あ、こいつも新しいやつ、ブロウィー、吐き出す息で行く手を邪魔する魔物、その息は体が押し出されるほど強い。雲使ってみようかな。おお、これ便利かもしれん、雲結構便利かもしれん、その場で固定できるっていう。おお、魔物ですね。あ、
洞窟？あれ？遺跡やと思ったけど。うお、危ねえ。びっくりした。わ、出た。あいつ消してきよんねんな、雲を。こうやって、危ねえ。あ、宝箱いっぱいあんぞ。待て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 。はっ、来てまされる、危ない。いいよ、シルピ。これさ、雲だけ使ったら永遠にさ、どこまででも登れんのやばくね？これ雲さえ使えばさ、あーでもあれか、一定期間、あーなんかいっぱい、ちょっと待って。あー一定期間つってたな、そういや。なるほどな。ある程度時間経ったら壊れ、ちょ、もうだるい、こいつら。こいつらだるすぎる、この、なんか、風吹かしてくるやつら。うっさ、一定期間で壊れちゃうからずっとは無理か。え、でもさ、登り続けることだけやったら別に可能やと思うんだ。これこうやって、もううざい、マジで。あ、出た。そういやさ、炎のなめくじ、結局さ、俺あれやったわ。え、何？炎のなめくじ結局さ、倒せ、あの、倒したけど、あれもらえへんかってんな。は、そうよな。結局そうなるよな。こいつらを仲間にすることができひんのよな。仲間にしたいけどな。これ落ちるからさ、そのまま崖下に。無理よな。あ、連れてこれた。マジ？あ、来た。お前ふざけんな。アイスラグ。寒い場所の壁や床で見られる魔物、通った後に触れると凍りつくので注意。やっと手に入った。連れてこれるんだな。連れてこればよかったんだ。さあ、で、あ、ワープゾーン。霊峰ラネール。結構広くね。まだ遺跡ですらないからな、ここ。あ、なんだこいつ、狼？ちょっと待って、あの狼欲しいな。いった、やれ、いけ、倒せ、ナイス。ウルフォス。人々の旅路を脅かす狼のような魔物。獲物の周囲をぐるぐる回り混乱させる。周囲を回り混乱させる。攻撃するわけじゃないんだ、こいつが。で、あ、毒素ある。あれ、遺跡じゃないんか。あ、ここ遺跡か。 なんだここ、大穴。あれ、落ちるんか。え、いや、なんかめっちゃ良さそうな宝箱ある。ルーピーかーい。あ、ここか。ここが遺跡か。あ、なんだこれ、壁画。これなんだろう、大きな絵と文字が書かれているよ。これでもあれじゃん、気球があるし、お父さんの話とかじゃないのこれ。お兄さんか、お兄さんが探検家で気球があってたよな、コンデので。雪山、ヘブラ山からこの山、霊峰ラネールまで気球飛行テストは無事成功した。一休みするついでにこの岩に記録を残しておく。なるほど。今回父さんの仕事を受け継いで初めて一人で旅に出ることになった。愛する弟コンデの面倒は父さんが見てくれるから安心だ。一人での冒険に不安はあるけれど、それ以上に抑えられない期待と興奮がある。いつかコンデも冒険に連れて行こう。そうすればきっともっと楽しい冒険になるはず。そろそろ出発の準備に取り掛からないと。これってもしかしてコンデのお兄さんが書いたのかな。これがコンデのお兄さんなのかな。コンデ嫌われたわけじゃなかったんだ。コンデ、大雪から助けてくれた。元気になってくれたら僕も嬉しい。なるほど、やっぱそうやったんや。あ、ここは、あ、遺跡かな。足跡や。
これ砂丘のそばに見たのと同じ足跡だね。ラネール神殿。わあ、結構深そうだなこの場所も。ほう、なんか繋がってる換気扇みたいな。あ、炎？炎灯せばいいんか？あ、ちげえなこれ多分。ただ灯せばいいんじゃなくてこれ持ってかなあかんのか。こっちかい。やばい、ダメよな多分。落としちゃダメやと思ってた。オッケー。この謎の炎の塊みたいなのを使ってタービンが回って、なるほど、ここ一帯が熱しられて氷が溶けるってことか。あとはないなこの辺は。じゃあちょ、左のこっち気になるね。あ、まあ、普通に魔物と戦うやつね。下からもか。さあ何が出るかな、何が出るかな。あー、外縁なんかあんま使ってないねんな。スムージーってさ限りあるからさ、正直。まあ今ちょっと飲んどく。スムージーって限りあるからそんないっぱい作らへんから、アイテムもそんないらんっていう、結局いらないっていうね。オッケー、これ倒して、ダルモ落としみたいな感じで。で糸チラ、さすがにとこの高さ無理、この高さ無理か。オッケー、よし、オッケー。魔物の牙ね、よし。あ、これは岩持ちながら凍らないように行けってことやな。オッケー。あー、なんかタービンがあるけどさ、あそこ炎で、あそこも炎で、こっちには岩があって、とりあえずこっち入ってみるか。ああ、なるほどね、凍っちゃうんだ。ならこれはもう OK、 塞いで。そう、簡単ですね。ああ、簡単ですね。でこれがつながったらどうなるの。あ、回った、ちゃんと。なんで下の氷はあれなんやろ、凍ってないんやろ。表面だけ凍ってんな。表面だけ凍ることなんてありえんのか。オッケー、鍵ゲッツ。よし、でなんかあそこ登るの大変そうやけど。え、ダメだ、ここが全くわからん。ここここどうやって抜けんの、ここが全くわからん。あの炎の部分がよ、岩で塞ぐのはわかんないけどさ、段差が高すぎて、あそこまでどうやって何を持っていけばいいかが全くわからへん。どうしたらいいんやこれ。
もうなんかいけた。もうわけわからんいけた。ここガチで20分ぐらい悩んで、結局最後ゴリ押しでいけました。はい、ゴリ押しで登ることができました。でも結局いまだに何が正解やったかマジでわからへん。え、むずくね。え、むずいねんけどこれ。あ、そうじゃないんや。あかん、このコースめっちゃむずい。あ、謎解きがマジでちゃんとむずい。ガチきつい。こういうことか。結構ゴリ押しな気もするけど、ははは、意味が分からんないけど。むずっ、このコース。あ、クソクソむずい。ここ、こうか。ははは、あ、待てよ、分かった、こうか。つらら使うってことね。ちょっと待って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 。あ、むずい。待って、このコースやばい、一番むずい。俺には理解できない、そして一番イライラする。一番イライラするわ、ここ、このコース。とんでもないとこに隠し通路見つけた。なんでやねん。遠近感がわからん、雲の。あ、イライラしてきた。すっげえイライラしてくる、このコース。来た。なんだ、この隠し通路。おお、黄金の卵。こんなとこに。すげえわかりづらいとこにあるんやな。てか、宝の地図欲しいな。おーし。ちょっと待って、やばい。で、次何これ。全部溶かせばいいんか、これ。あ、なんか出てきた。おい、地図がねえからわかんねえし、クソ大変や、ここ。この構成。なるほど、持っていくのね。うわ、これちょうどあれ。もうちょい近づくか。落としたらあかんの。うわ、なるほどな。こういうことか。あー、怖い。え、あれ出っ放しってことか、あっち側は。で、こっち触れずに、糸を使って、オッケー。あー、むずい、アクションがむずい。このダンジョンクソむずい。やべえ。よし、で上登って全部氷が溶けて、でよ、出たー。同時にあらなあかんやつな。はい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 。同タイミングでスイッチ押さなあかんやつ、これ。で、鍵。うわ、地図がねえからわかんねえや。こっち行って。うわぁ。おるね。でも、こいつはまあまあまあ、こいつは全然。オッケー、しゃ、で全員倒して、よし、地図来た、やっと来た。ダンジョン入って40分経過しました。だいたいやっと地図が来ました。で、あ、でもダンジョン的にはそんなに広くないし、基本的に全部一方通行って感じか。なんかめちゃくちゃ入り組んでるってわけでもないな。あ、ここがちょっとすごいな。ここがちょっとすごいけど、普通に順番に行ったらたどり着くな、ボスまで。
おワープ。オッケー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 。よし。で、え、なんじゃこいつ。え、なにこいつ。でもいつも通り出すかこいつを。ああ飛んでくる。ああ今もうなんかめっちゃ落ちてくる。あ待てよ、ん、これさてはこのなんか赤色の部分しか効かへん感じか。あそうだ、ちょっと待って、ジャンプ攻撃かな。え効かねえ、なんだ、待てちょっと待てよ。じゃあなんかオコロックとかできる、できねえな。こいつ多分頭の上のとこが弱点やと思うねんな。だから弱点つけそうな頭の上から攻撃できるやつどうしよう。キースとかでいいかな。キースいくか。ん？あ、わかった。ちゃうわ、わかった。え？多分なんやけど、上から落ちてくる岩をこいつの頭の上に当てるんじゃないかな。ただ、え、そのランダムやん。え、上から落ちてくる岩なんてランダムじゃね？え？どういうことや。あ？あ、わかった。いや、これヒントなさすぎるよ。これちょっと待って、ヒントなさすぎる。え？こうじゃないの？結構判定シビアなんかな。え？え？え？ちょっと待って。判定シビアすぎんそれ。え、当たってない。あ、なんだ、なんかまた別の攻撃してきた。は？あれ、なんか氷ブロック置くと水鉄砲攻撃しかせんくなってきた。どういうことだ。はあ、こいつもしかしてなんか氷に弱いんかな。あ、なんかいけそうな気がする。なるほど、やっとわかった。やっと、2、30分。ここまで2、30分ぐらいかな。はい、やっとわかった。そういうことか。
やっとわかりましたわ。こうやってやっていけばいいんやな。じゃあ氷タイプね。氷のやつ。あ、じゃあナメクジとか歩かしといたらいいんちゃう？もう無理か。じゃあこいつは一発で死んじゃうんかい。あ、待て。あ、マジか。あ、こいつ強っ。オッケー、これ召喚しとこう。とりあえずオッケー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 、これ倒せそう。よし倒した。よし、オッケー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 。あー、終わっちゃった。ちょっと待てよ。違う、あれ並びかい。違う。あら、忙しすぎ。これマジで忙しすぎ。これオッケー。で次こいつ出して、で出して、もう俺戦えないからな。ちょっと待って、やばい、強い。普通にないよ、高い、こいつら。回復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 。あぶねえ。遠目からでいいや。よし、オッケー。マジで強い。おい、ないよ、高すぎやろ、ここのボス。しかもまだボスじゃねえからね、これ。まだ中ボスやから、これ。オッケー、よし、あとこいつを殺せろ。よーし、オッケー。残り2体。やっと攻略法が分かった。ここのダンジョンさ、あれ IQ 高いと無理かもしれん。よっしゃ、あー強すぎ。むずすぎ。むずすぎる。しかも何のアイテムもなかったな。あとはいつも通りか。あ、炎キスや。オッケー、ファイヤーキースか。コウモリの姿をした魔物を触ると火がつくほど熱い、風には弱い。あー、なるほどね。そこに弱いんだ。行くだ。そっち行っちゃダメなんすよ。おい、触れるな、そこに。何してんこいつ。オッケー、もうゴリ押しや。ゴリ押し。この上にね、待てよ、この上にあるんよ。ちょっと待てや、この上に1個あるんですよ、宝箱が。それをですね、それをですね拾いたいんで、一回これ消して、あれ消せない、消して、でこれ登れるかな。これどうやって登んじゃん。あ、これどうやって登んじゃん。オッケー、お、でれでで、100ルピー、すごく嬉しい。かあ、やべえ、ここ。さあ、ボタンがあって、氷があって、あ、宝箱があって。ああ、なるほど。
あの雪をどうにかしたらいいんか。雪じゃなくて氷か。あ、で、ここがボス戦で、一回ワープ解放しといて、ちょっとなんか、ボスも癖ありそうな気すんなー。で、これ氷じゃダメよな。あ、だから、多分やけど、炎にして、これ燃やすと。これ持ってけんのか？炎にしてそこを、そこに持っていきたい。でもこれでかすぎる氷の壁がある。で、こっちは一体なんだ？なるほど。一回これ、全員ぶっ倒してもらうか。宝箱がありますね。こっちも行けんのかな？え？あ、下にボタンがある。何個かタービンがあるんや。え、ちょっと待って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 、ここにもあれがあるな。俺のせいけど、これは多分持ってかなあかんと思うね。うわー、むずいぞこれ。やばい、ここここ俺、知恵の借り物史上一番苦手な神殿かもしれん。オッケー、よし。で、ここのタービンが回ると。あ、待って、こいつまだ新しいやつじゃない？この目ん玉見たことない気がする。あ、で、ここ回るんや。はい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 。お、で、ちょっとこいつら気になるな。こいつら気になるけど、誰で倒そう。リザーフォスいける？溺れちゃうよな、大丈夫？倒せる？上のやつら倒せんやな、これ多分。動き回るの、お前ら。誰か。ちょ、待て。で、相手の動き。あ、待って。来た。テクタイトレベル2。赤みを持つ攻撃的なテクタイト。口角は分厚く、足には鋭い棘がある。でも、テクタイトを今ゲットしたんで、召喚して、で、こいつの動きに合わせる。そしたら多分飛び越えていけんね。はい、オッケー。よーし。あ？これ別にええんか？これでええんか？今気づいたわ。今気づきました。別に雲使ったらよかったんや。で、あ、まあこれは簡単っすね。ここに石を落とすと。ん？こうか。OK。で、そっちが開いて、今マップ的にはどうなってる？はあ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 、はい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 。え？待てよ。ここをやる前に多分こっちかな、ここかな。俺的にはね、多分予想なんですけど、これ氷にしないといけないと思うんですよね、多分。なんで、多分氷にしないといけないんで、ここを防ぐ。ここを防いで、炎氷になって氷をセットすると、クーラーの方のタービングもあって、凍るとこが。でよ、ここだけじゃなくてもう一個凍るんかな。ここだけか。で、あれは同時にね、これ同時に行かないといけないんで、あんまなんか、あ、こいつでや。待てよ、もう一回やろう、ここから。むずいな。あいつ早すぎてむずいな。いや、どっかタイミングあるはず。
オッケー。結構難しかったわ。よし。で、あ、あの狼の新しいバージョンやん。じゃあ、まあタートナックルっすよね。おお、増えた。さあ、こいつ仲間を呼ぶ習性あったな、確か。効かないんですよね、こいつの強いところ。物理攻撃は全く効かないっていう、これがマジで強い。あー、でもこれボス倒さないと一向にあれか、増え続けるんか。おっしゃ、オッケー。ホワイトウルフォス、白く大きな体を持つ狼のような魔物、遠吠えでウルフォスを呼ぶ。え、これってさ、もしかして、あ、すげえ、読んだ。え、こいつ強くね？え、こいつ強いやん。コスト5でコスト5以上の仕事するやん。はあ、で？いた。あー、これ持っていかないといけないんだ。うわわわわわわわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。わかったから。はめずり、そのはめずり、そのはめずり。お前、そのはめはルール違反。倒しがリザフォス。やったれ。ナイス。これを持ってけばいいんでしょ、だから。はい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 。あー、やらかした。くそ。オッケー。よし。オッケー。よっしゃ。ん？あ、で、ここは回るのか。うおーしゃ。やべ、ここのダンジョンほんまにほんまにきつい。このダンジョンマジできつい。ラネーの出現の方もさ、だいぶきついなと思ってたんやけど、こっちはこっちでめちゃくちゃきついわ。で、多分ここでタービン回って炎が消えるんでしょうね。だからキャンドル燃やして炎にして、で、これをセットすることによってあそこのタービンが回ります。で、氷全部溶けます。あれ、大丈夫やんな、これで。あ、タービン止まるよな。いや、あのままタービン回ってたらさ、雪玉がさ溶けちゃうんじゃないかなと思ったけど。あ、 OK、 了解。で、もう一回冷やせってことか。すげえめんどくせえ、二度手間じゃねえか。で、地面だけ凍って滑れるようになると。キョッキョッキョ。よっしゃ、いよいよボスや。はい、てれてて、大きな影手に入れた。オッケー、行くぜ。いいか、これ温まって、よし。まあ、ベッドで寝た方が早いな、回復速度。せっかくやし、まあ、温泉入るけど。行きます。さあ、どんなやつがいるのか。あ、そっか、お兄ちゃんか。うわ、いかつ。この人、コンデのお兄さん？全然雰囲気違うような。絵で見たコンデのお兄さんと全然違う。ゼルダ、この人はコンデのお兄さんかなんじゃない？え？何これ？フリーブレイズ。え、ガッチガチに固まってんねんけど。
まずはどういう仕様なのかをちょっと、あ、わかった。これ炎だ。こいつ頭のやつ剥がせばいいんだ。頭をぶっ壊せばいいんだこいつ。うわ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 。しかもお前それ自分で制御できてないの多分。うわ、足場滑るこれ。え、なんだなんだそのまま。なんか俺にできることがあったのかもしかして。いた。多分頭をさ、あぶね、解剖時来た。頭をぶっ壊せばいいんだけど、一回ホワイトウルフ出しとく。なんか雑になんかしてくれそう。頭やな。いや、いけるか。これぶっ壊せばいいんか。いやー届かんかった。特に何かできるわけでもなく、こいつらに特に何かできるわけもなく、何もできんか。頭やと思うねんな。でも頭をでもどう破壊するか、さっきどうやって破壊できたんやろ。たまたま、しかも氷っぽいからやっぱ炎で対抗しなあかんのかな。あ、待って、分かった、ファイヤーキースや。やべ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 、ファイヤーキースだ。そうだ、いけ、燃やせ、ナイス、いいぞ。あー、あとちょっと、ナイス、壊せ、頭壊せ、ナイス、オッケー。これでダメージ入るんじゃね。オッケー、いいぞ。いいし、やれやれ、殴れ殴れ、ナイス。お、ウルフ強えぞ。次何？次炎。なるほど。でも容量は多分一緒やと思うね。ただ炎ってなると、水か氷か、氷でいいんか、その辺の相性が分からへん。ってことは氷キース、アイスキース使えばいいんかこれ。あ、いけそう。おお、炎玉。やれ、アイスキス、ナイス。なんか食べてる、なんか食べてる、なんかすごい食べてる。うーわ、やべ、とんでもない火力。いざ、よしよし、もう太陽じゃんこいつ、その火力は。これ普通のキスや多分ね、俺のせいやけどね、死んでしまうと思うんだよね、あの頭の炎にやられて。だから反対属性をつけるやつじゃダメだと思うね、これ。ナイス、オッケー。でさらに、ちょっと待って待って、さらにホワイトウルフ生かし、あ、ホワイト、あ、いや、お前でいいや、行ってみっかお前。あ、でこいつも行ってみっか、カラクリさんも。ほっ、カラクリ、そっか、俺全枚巻いてないんかこれ、もしかして。カラクリー。何もせずに行ってもうた。さあ、うわー、両属性、次両属性ね。足が滑んだよなこれ。なるほど、攻撃は炎だがファイヤーキースには全く食らわない。むしろそっちの方がありがたいかもしれん。意味ないからね、その攻撃。危ね。あ、炎に変わった。じゃあ次はアイスキス。うわ、攻撃は炎なんかい。あ、炎。だめ、あ、なんだな、お前。次は氷に変わった。なんだ、次はお前。次は炎に変わった。くそ、ややこしいやつや。いや、でも多分これまた氷に変わるんじゃないかな。次のタイミングで。あ、変わらん、あ、変わらん。なんやね、俺が、
俺がアイスキース出した瞬間に。あつ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 。ちゃはは。めっちゃ帰るやん。よし、ナイス。さあ、行くぜ。ホワイトウォルフ。弓矢。回転切り、殴り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 、オッケー。よっしゃ。強かったー。強かったー、こいつ。てか、あの手前の、なんかよくわからんクソデカスライムが一番強かったの、でもこのダンジョン。でもあれやな、あのスライムがいたおかげでさ、ボスも攻略できたわ。なんか炎には氷、氷には炎みたいな、そういうメタ的な戦い方、反対の属性つくみたいな。おー、何も見えん。山が高すぎて何も見えん。雲しかねえやん。よし、あ、レベル9に上がったぞ。あ、増えた、6になった、コストが。もうじきレベル10いくんやけど。あー、かけらも増えたな。また今度強化しに行くか。あ、そや、女神ね。毎回忘れてたわ、女神のこと。姫巫女よ、そなたの知恵が無に飲まれし、この地を解き放した。我は女神ネール、世界の創造の祖、三女神の人柱なり。自らの知恵を示したそなたに我が証を授けん。きたー。ネイルの証、まだこの証は掴み地ないよな。でも集めてるだけで。姫巫女よ、この地に裂け目を作り出した者の正体を教えよ。お、この世に天地が創造される前、そこは何も存在しない無の世界だった。ほう、昔話や。なんかいっぱい。無の世界では時折何かが生まれかけたが、そこに住むものが全て食らってしまった。はいはいはい、青色の光があったね。かけらのあれみたいね、エネルみたいな。え、そのものの名はヌル。己のみの世界を享受し、ただ見境なく生を貪るヌル。その強欲な所業を見かねた我らはヌルを封じ込め天地を創造した。三女神がってことか。あー、そういうこと。だがヌルは我らが作った天地を無に帰さんと裂け目を作り続けた。かっこいい名前だ、ヌルって。裂け目を修復し、天地の安寧を維持するべく我らは鳥居をこの地にもたらした。派遣ってことか。残る証は一つ。忘るるなかれ、そなたの知恵はいずれその身に助く。なるほど。ヌル、それが裂け目を生み出している正体。女神様はヌルに対抗するために僕たちを作ったんだね。コンデが追っていたのはお兄さんじゃなかったね。お兄さん、裂け目の中におらんかったな。おったか、おらんかったよな。見てないんやけど。でも結局お兄さん帰ってきてないんだ。そうだよな、今度がっかりするね。どこにいんや。もうここの無の世界にはいるじゃない。はい、変わりますか。ハートのね、器ゲットして。よし、
で帰りましょう。ハートもそろそろマックスかな。どれぐらいまで行くんやろ、伸びるんやろ。でも最初のリンク使ってた時に2列分ぐらいまでしかなかったから、多分2列で終わりやと思うねんな、ハートも。ゼルダのハートも。まあ正直全部集められるか分からへんけど、かけらの場所はいろいろあるからな。ありそうな場所は巡ってたけど、いつもゼルダ、トリー、どこに行ってたんだ。気がついたらいなくなってたから心配したぞ。ん、山のあちこち綺麗になった気がするぞ。え、2人が黒いのを消したのか。じゃあ山が綺麗になったのも2人のおかげ。うおー、ありがとう、今度嬉しいぞ。でも今度どうしたの。ゼルダたち、今度よりずっといい子だ。今度もゼルダたちみたいにいい子なら兄ちゃんに嫌われなかったのに。今度、嫌われてない、元気をなくす必要ない。今度のお兄さん、いつか今度と一緒に冒険したいって。え、どういうことだ。兄ちゃんまだ冒険から帰ってきてない。コンデが見たのは魔物の後ろ姿？本当？本当か？お前でも殴られた時って顔見てなかったの？お兄さんまだ帰ってないのに寂しくないの？コンデがっかりしないの？がっかりなんてしないぞ。冒険に行ってるってことはいつか帰ってくるってことだぞ。じゃあコンデ、またお兄さんの代わりを待つんだ。兄ちゃんは絶対に帰ってくる。だからコンデいつまでも待ってるぞ。鳥居、もしかして心配してくれてるのか？僕、コンデが元気だといいなと思う。コンデが雪の中でゼルダを助けてくれたからな、助けてくれたからかな。そっか、コンデもゼルダとトリーが元気だと嬉しいぞ。ゼルダ、トリー、兄ちゃんのことを教えてくれてありがとう。コンデ、元気になってよかった。こんなに嬉しいの初めてだ。元気が溢れてくるぞ。ルンルンやん。じゃあお兄さんとどっかで会えるパターンあるんかな、旅の途中で。めっちゃルンルンやん。しゃくちゃルンルン、しゃ喜んでるわ。コンデ元気になってよかった。コンデのお兄さん早く帰ってくるといいね。霊峰なれの裂け目も 消してよかったね。女神ネイル様にも明かしもらえたね。あとはオールディン火山の裂け目だね。もう少しで全部の裂け目を消せる。ゼルダ一緒に頑張ろう。おお、終わったー、ここの裂け目。いや、マジできつかったー。あとはオールディン火山だけやね。マップもだいぶ埋まって。いや、やっぱこのゲームマジでおもろいわ、ほんまに。